はい、どうもこんにちは、ゴールドです。ですね、今回はなんとサムネイル通り長谷新さんのチャンネルのアイコンをエンブレムとして作成しました。先日ですね、長谷新さんの動画で武器チャームに自分が作ったエンブレムを反映させられるというチャームがですね、全員に配布されているという動画を、ゴールドは見ていたんですね。で、その動画を見て、思わずすぐね、コメントを残したんです。それはエンブレムクリエイターの俺のためのチャームじゃないですかってね。そしたら返信いただいたんですよ。来ましたねと、ぜひ作っちゃってくださいとね。で、これはゴールドはチャンスだと思って、エンブレム作りますと。ちなみに、長谷新さんのエンブレムを作って、作成動画にしてもいいですかなんてね、質問したら、ちょっとね、調子に乗って質問したんですよね。返信は来ないと思ってたんですけれども、なんと、もちろんいいですよとね、言ってくれたんですね。なんと、もうめっちゃいい人ですね。いいですよじゃないですよ、もちろんいいですよなんでこんなありがたいことはないので、ご本人の許可を得て、ゴールドはですね、ガチで気合を入れて作りました。今回のエンブレム、3時間かけて作りました。それでなんですけれども、今回この作成したエンブレムを、長谷信者の皆さんにぜひ使っていただきたいなと思います。長谷新さんのファンの、みんなだけではなくてですね、長谷新さん本人にも使っていただけたらいいな、なんて思っていますね。はい。作成動画本編は、右上の時間表示してますので、そこまで飛ばしてもらったら、すぐに作成できるようになっています。一応ですね、作成上の注意点だけ言っておくと、一時停止を使って、レイヤー詳細のX 軸 Y 軸の数値を、デカールのね、デカールレイヤー詳細の X 軸 Y 軸の数値をね、合わせてもらえると、ゴールドと同じエンブレムができるようになっています。その時に、ワールドウォー2はエンブレムは若干誤差が生まれる仕様になってますので、数値は同じでも若干のね、手直しを各自で行ってもらわないといけないです。はい。それではね、今回作ったエンブレムを、武器チャームにつけて、38式歩兵銃にね、こうやってつけてちょっと試し撃ちしてるんですけれども、いかがでしょうか？ちょっとね、かなりクールじゃない？めちゃくちゃ渋く仕上がってる？ちょっと細かいエンブレムだっただけに、こんな風にちっちゃいなんかキーホルダーみたいになった時に、何作ってんのかわからへんかもなって思ったんやけれども、こういう風についてみると、もう完全に長谷新さんのアイコンっていう風にね、わかりますね。どうですか皆さん、かなりいい感じに仕上がっていると思うんですけれども、いかがでしょうか？ゴールドはですね、ご本人の許可を得て、このエンブレムが作れたことを本当に光栄に思っています。長谷新さん、ありがとうございました。またね、この作ったエンブレムを見て、ちょっとでもいいなと思っていただけたら、チャンネル高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい。それではね、作成動画本編に入ります。ぜひ皆さん、はい、長谷新さんのアイコン作ってワールドウォー2マルチ行きましょう。はい。それではね、またね、バイバイ。